だよ、はい、質問が来てます。はい、だよ、筋トレについて語ってください。あ、筋トレについて、はい、やっぱり筋トレも開運につながりますか。どんなメニューをやってるんですか。そんなの興味あんの。はい、ハッピーマニアさんより。 ハッピーマニアさんより、はい、いや筋トレが開運するかどうかっていうよりもやっぱり気分の問題だからね。ああ、やっぱ汗を、別に筋トレに限らずやっぱ汗をかくっていうのは僕も絶対的に必要と思うよ。うんうん、でもそれはストレス発散にもなるし、うん、気分転換にもなるし、うんうん、いいことしかないよね、やっぱ運動っていうのは。そうなんですね。うん、本当に素晴らしいと思いますよ。なるほど、うん、でもやっぱり僕の場合やっぱりどうしても考えなきゃいけないことが本当にたくさんあるから、うん、もう目が開いてる間中ずっと仕事のこと考えてるから、うんうん、でもやっぱジムに行ってる時だけだよね、そういうこと考えなくて済むのは。あ、仕事のことを忘れられる瞬間なんですね。そうだってさ、はい、あんな100キロのバーベル担いでさ、はい、この後打ち合わせどうしようかなとか考えられないからね。怪我のもとですね。おう、まあ今日またね、はい、ジャニーさんの機嫌取るのかとかさ思う。バーベル上げながらですね。そうそうそう、いや怪我のもとですよ。おう、もうジャニー絶対許せない。ファイトが来そうですね。ファイトが来そうですね。だから本当にあれはもう本当になんていうのかな、僕の瞑想の場なんでね。ああ、そういうの大切ですよね。いや、すごい大切だよね。でね、この間ね、はい、教えてください。この間、はい、誕生日、はい、誕生日だったんですよ、この間。だいぶ誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。で、僕はもともとゴールドジムの会員だったんだけども、はい、引っ越しして近所にゴールドジムがなくなっちゃったからゴールドジムじゃなくなったんですよ。はいはい。で、まあ、24時間のところにね、まあ、今もうマンションの下がもうジムになってるっていう、もう自分の家がジムと一緒じゃねえかみたいなね。すごいいいじゃないですか。24時間でやってるからさ。はいはいはい。だからそこに通っちゃったからもうゴールドジム通ってないんだけど、はい、ゴールドジムってすごいからさ、はい、メルマガ撮ってると、はい、誕生日はうちの店タダで使っていいぜっていうメールが来るんだよ。そうなんですね。だってビジターで行くと3000円近くするからね、はい、めっちゃ高い。1回ですよ。1回で3000円ぐらいするから高いっすね。でもそれがメルマガ会員だとタダで行けるんだよ。はいはいはい。だから誕生日の日タダで行けるんなら行こうと思って行ってきた、うん、はい。で、東京にもゴールドジムって本当にもう無限にある。はい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 。もう歯医者よりもあるからさ、ゴールドジム。歯医者よりあるんですよ。もう歯医者の数より、コンビニの数より、吉野家の数よりゴールドジムのがあるから。ゴールドジム、うん、どこに潜ってる。どこにでもゴールドジムある。すごいな。そのゴールドジムの中で、はい、僕が一番好きなのは、はい、大盛りのゴールドジムなんだよ。どういうこと。あ、場所ですね、うん、すいませんすいません。ご飯の大盛りかと思った。大盛りにあるゴールドジムが一番、はい、設備的に設備がいいんですよ。設備がいいね。だからプロスポーツ選手すごく多いよ、大盛りは。あ、そうなんですね。すごく多い。でね、そのやっぱりそのプロスポーツ選手のトレーニングっていうのを見るとすごい勉強になるんだよ。はいはいはい。ものすごい勉強になる。例えばどんな。いや、だってもう本当にあのね、トレーニングっていうか、はい、そのウェイトトレーニングって、はい、本当に難しいんだ。このバーベルとか上げるもののことですよね。そうそう、マシンでもあるんだけども、はいはいはい、すごい難しいわけ、はい、でよくジムなんかで入ってきたばかりの人たちがトレーニングしてるとさ、はい、機械の使い方はものすごい間違えてる。そうだと思います。だって分かんないですよ。いや仕方ないんだよそれは、はい、仕方ないんだけども、だからあれ自己流でやってもさ時間の無駄なんだよね。ああ、そうなんですね、うん、だから初めはやっぱお金かかるけどパーソナルとか頼んで、うん、その機械の使い方とか、うん、本当に やらないと本当に難しいんだ機械って。いやウェイトトレーニングって、ね、本当難しいんだよ。そうなんですね、うん、だって未だに分かんないことあるしね。そうなんですね、うん、やっぱそのフォームとかやっぱりその効かせ方っていうのは本当に難しいんだ。効かせ方、そうやっぱそのトレーニングしてる部位の効かせ方っていうのがやっぱあるわけだよ。部位の効かせ方ですね。この筋肉マニアしか、こんな話一つ面白くない。で、何が言いたいかっていうと、はいはい、その大盛りのジム、大盛りのゴールドジムに行った時に、はい、改めて感じた、はい、何を感じたかっていうと、やっぱりね、はい、これ筋トレだけに限らず何の道でもそうなんだけども、はい、結局自分がどうなりたいのかってことなので、大盛りのゴールドジムに行くと本当にそういうプロの人たちがめちゃくちゃいるわけ、はい、だから一流のそばにいるっていうのが本当に大切だと痛感したの。そうなんですね。そう、ダイオは一流になりたいんです。いや、一流になりたいっていうか、はい、
そういう人のそばにいるってことが波動干渉だから、はい、なるほど、うん、だからだから本当にあなたがどうなりたい、これは筋トレとかそんなの関係抜きにして、はい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 、あなたがどうなりたいのかってことなんだよね。はい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 。で筋肉業界でいうと、うん、大森のゴールドジムに行くと、うん、そのだからゴールドジム界の中でも一番波動の高いゴールドジムが大森の、そうだからもう本当なんていうのかな、マッスルゴッドたちがいっぱいいるんだよマッスルゴッドがいるんですよ筋肉神たちがいるんですよ本当です、だからそうなりたいのであればそういう人のそばにいるってことだよ。確かにそうですね、うん、だからこれが波動干渉だから、はい、だからやっぱり何でもそうだけども、はい、やっぱり一流のものに触れるっていうのはすごい大切なことだよ。これ筋トレなんかどうでもいいよ別に、うん、皆さんが目指してる道っていうのがあるさ。はい、そうですね、うん、でその中でもやっぱりね、それ習い事でも何でもそうだけども、はい、やっぱり一流の人に触れてないとダメよやっぱり。ああ、そうで、それってどういうことですか。聞いた感じだと、うん、やっぱり一番上の次元が何だろう、限界になるじゃないですか僕自身の、うん、だからその限界、ここまでいけるぜっていうところを自分で認識しておく大切さってことですかね、うん、いやだから誰に教わるかだから、はいはい、だから何でもそうだけど、はい、一流の人のそばにいるっていう選択を自分でしていかないと、あ何でもそうだけどやっぱり一流の人に教わらないと、それが一番早いですしね。うん、そうですね。そうだからこの間そのね、だからゴールドジムに行った時に改めて思ったのは、はい、あやっぱり一流のそばにいないとダメだよなっていうのはすごく痛感したの。あ今まで今行ってるその24時間のとこだと、今行ってる24時間のところは、はい、普通の兄ちゃんが多いんですよ。あなるほど、うん、なんかその筋肉神たちがマッスルゴッドはねいないんだよ。マッスルゴッドいないんですね。いないの。じゃあそれは代表的にはちょっと違うじゃないですか。でもそういうやっぱりそういう、だからこの間本当にゴールドジム行った時に、はい、もうさマッスルゴッドしかいないんだよ。マッスルゴッドしかいないんです。マッスルゴッドしかいないからそのトレーニングのやり方見てるだけですごい勉強になるんですよ。そのグリップの持ち方とか、はい、その引き方、はい、どこまで引くんだとか、はいはいはい、その右手引いてる時の左手はどこにあるとかさ、足の位置はどうなってるとかさ、それ見て学び取ってるんですよ。あだからあそういうやり方もあるんだなと思って自分でやってみたら、はい、あそっちの方が入るなとか思うわけだよ。入るな入るんですよ。入るんだよ筋肉に。筋肉に入るんです、うん、だって筋トレって何のためにしてるかっていうと筋肉を壊すためにやってるわけだから、筋肉をいかに強く壊していくのかっていうことに勝負をかけてるわけだからすごい、その壊し方っていうのをあの人たちはスペシャリストだから。ああ壊して再生された時に筋肉になるってことですよ、うん、だってもう破壊して、はい、休息して、はい、は再生するわけだから。なんかそういう筋肉ってそういう手順を通るんですね。そう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 。そうだからこれは別に筋肉に限らず何でもそうだけど、僕が言いたいのは本当に一流になりたかったらその人のそばにいるっていう自分で決めないとダメだよ。そうですね、うん、でそれはもう見てるだけでも本当に勉強になることしかないってことですもんね。いや本当に勉強になるよね。あそうですね。いやすごいと思うね。でこの間の大森のゴールドジムに行った時はね、本当に僕は何にびっくりしたかっていうとね、はい、目を疑ったんだけどね。教えてください。多分年齢にしたら、はい、本当に80歳ぐらいの方たち、はい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 、おばあちゃんだよ本当に。おばあちゃん。おばあちゃん。あ男性も女性もいらっしゃるんですか。いやもうおばあちゃんの5人の集団がいたの。はい。おばあちゃん、その5人のおばあちゃんの集団とちょうど時間が僕は勝ち合ったわけです。はい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 。すごい勉強になったね。えどういうことです、どういうことです。いやそのやっぱりあの80を過ぎたおばあ様たちの、はい、情熱、トレーニングに対する情熱っていうのがすごかった。そう見てて伝わってくるってこと。いやもう気合が入ってるからトレーニングに。そうなんですね。うん、気合を感じるんですよ。そうこれじゃあもうお揃いの T シャツ着てさ、チームだ、チームだからもうもう一つのチームだからね。で背中にはさ、はい、もう大森、はい、ボディービルアソシエーションっておばあって入ってるの。こうよくできた話なんなんすかこのよくできた話マジじゃないですか大きな大
本気なんだよ、あの方たちは。そうですね、もうやる気満々なんだよ。そうですね、リーダーがいたんだ、リーダーが。リーダーがいたんですよ。そう、リーダーどんな感じなんですよ。もうリーダーはさ、はい、もうその5人全部で5人なんだけど、5人の仲間でやってんだけども、はい、もうとにかくその、はい、一人一人指導してんだよ。さすがチーム。うん、はい、でその5人の人たち、そのもう多分ね、多分そのリーダーは元ボディービルダーだ。女性のボディービルダー。なるほど、なるほど、なるほど。もう多分ね、30年ぐらい前まではもうバリバリやってた人だ。プロの気配がしてるんですよ。してる、もうオーラが漂ってる、はい、漂ってるんですね。でもすごい、もうスパルタ。あ、そうなんですね、うん、厳しいですね。厳しい厳しい。はい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 。でも上がらなくなるじゃん、はい、上がらなくなるとさ、おばあちゃんがさ、あげらーとか言うんだよめちゃくちゃキレてるめちゃキレてるじゃないですか。おすごいすごい。でもうほらね、やってるともう熱くなってくるから、はい、おばあちゃんもさ、T シャツ脱ぐわけじゃん。はいはいはい。おさもすごかったよ、体が。ボディが切れてる、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 切れまくってる。もうで懸垂とかしたけどさ、すごいもう、はい、もうかっこいいなと思ったよね。すごいっすね。うん、だからああいうのを見ると、はい、やっぱり80過ぎの方が、はい、流行って一生懸命やってる姿っていうのを見ると、やっぱ元気もらえるよね。いや、それは影響もらえますね。そう、まだまだ負けてられないと思います。負けてられないよ。そうですよね、だって30個ぐらいしたなわけだからさ。そうですよね、そうですよね。でその人たちはさ、もうみんなフォームとか美しいんだよ、はい、もうだからジムでトレーニングしてる立ち振る舞いが美しいんですよ。いや、もう素晴らしいね。そうなんですね。もうフォームとか綺麗だから、アーティストですね、もう。そう、そうなんですね、うん、だからああいうね、やっぱそういう、やっぱそういう中に自分の環境をね、身を置くっていうのは僕は本当に素晴らしいことだと思うよね。ああ、なるほど。だから一人で感動しながら、はい、やっぱゴールドチームいいなと、はいはいはい、やっぱ大森に引っ越そうかなとか思うわけだよね。大森に、大森にどうせなら、そうですね、うん、一番筋肉神たちの集まるところがいいですね、うん、やっぱりね、マッスルゴッドのそばにいたいね、やっぱりね。そうですよね、うん、本当ですよね。だからなりたい人のそばにいるっていうのもそうだし、うん、一流のものに触れるっていうのもそうだし、だから自分がどうなりたいかなんだよね。はいはいはい、はい、だからどうなり、あなたは、僕いつも聞くよ、いろんな人にね、あなた、うん、じゃあどうなりたいんですかって。うんうんうん、あるじゃん、それ人それぞれどうなりたいっていう。ありますね。だったらその人のさ、そばにいたらいいじゃない、そういうスペシャリストのさ、うんうんうん、そうですね、うん、やっぱ波動干渉っていうのがあるからね。そうですねやっぱりなりたい人のそばにいるっていうのは、やっぱりあとは誰に教わるか、はい、うん、でもその辺の 2,3 流の人に教わってるんじゃなくて、やっぱり本当の一流の人のそばにいる、い続けるっていうのはね、うん、いやこれはね、学びが大きいよ、うん、でもまあ一流だからお金はかかるけどもさ、はい、うん、だからまあね、トレーニングなんかに関すると本当にその自己流でやるのはやめた方がいいよなってすごく思うよね、うん、そうですよね。だって間違ってんだもん、全てが。あ、まあ、しょうがないよ、初め、ね、初め分かんない、難しいから。そうですよね、本当にね、あの筋トレのマシンでもそうだけど、本当に難しいんだよ、本当に、うんうんうん、すごく難しい。そうですね、もう本当に難しいから、やっぱり初めはね、やっぱり教わった方がいいんだよね。いやー、本当ですねいつか大王からその筋肉についてトレーニングを受ける時期が来るんですかね、うん、ああ、それね、依頼あるよ、パーソナルトレーニングしてくれとか。あれですよね、6ヶ月間の筋肉メニュー開運筋肉講座そうだ、あるんだ。うんこ研究所って今、うん、塾で6ヶ月間やってるじゃないですか。すね、うん、はい、それの筋肉バージョンですね。でも僕はほら、もともとはさ、はい、スポーツクラブのインストラクターだったから。そうですよね、うん、だから僕、人にやっぱ先生気質だから、はい、人に物を教えるのすごく好きなんだよね。ああ、そうなんですね。これ自分のすごい性に合ってると思う。ああ、いいですね。うん、なんかそのメニュー作ったら、うん、なんか結構参加者さん集まったら結構できそうですね。あ、うん、そうだろうね。まあやろうと思えばできるけどもね。そうですね、うん、まあトレーニング楽しいよね。やっぱ汗をかくっていうのは本当にストレス発散だし、うん、やっぱり汗かくっていうのは絶対、もう絶対大事だよ。そうですね、うん、やっぱ汗かかないとね、病気になるよ。ああ、汗かかないと病気になるんですよ。病気になるね。そうなの。たまに汗かけない病気の人とかいるじゃないですか。そうなの。はい、うー、なんかもうしばらく汗かいてないんですみたいな。そんな人いるの。うん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 、前会ったことありますね。おー、そうなんだ。はい、うん、頑張ろう。頑張ろう、そうですよね、うんうん、頑張ろう。頑張りましょう。頑張ろうていうかもう
YouTube をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではさまざまな開運情報や、はい、どうしたら人はね運気が上がってくるのかってことに特化していろんなことをお話をさせていただいておりますので、もしよろしかったらチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録ここ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 必死回っちゃってるよこれ何周回るんですかということで、チャンネル登録をよろしくお願いします。また